タイコンデロガトリでは現在のアメリカ合衆国ニューヨーク州ハドソン川峡国にあるシャンプレーン湖の細くなった南端で戦略的に重要な場所に作られた18世紀の大きな砦である。7年戦争の1754年から1757年の間にフランスが建造し、イギリスとフランスの植民地間構想では戦略的重要さがあったが、 アメリカ独立戦争の時はそれほどの重要さはなかった。タイコンデロがトリデをめぐって約20年間に数度の戦いが繰り広げられた。トリデの場所はシャンプレーン湖とジョージ湖の間3.5マイルにある急流の多いラシュート川川口に沿って周運を支配し、イギリスのアメリカ植民地が支配したハドソン川流域とフランスが支配したセントローレンス川流域を結ぶ 交易路を戦略的に抑えるものだった。地形がこの場所の重要性を増した。二つの湖は細くて長く、南北に走り、遠く南のジョージア州まで伸びるアパラチア山脈の多くの稜線が、この場所が支配する大アパラチア渓谷のほとんど通過も困難な山勝ちの地形を東西に作っていた。タイコンデロガの名前は、イロコイ族の言葉で、二つの湖の間の土地を、 意味している。1758年のカリオンの戦いで4000名のフランス守備軍がこの砦の近くで1万6000名のイギリス軍による攻撃を撃退した。1759年、イギリス軍が戻ってきて、砦を脅かすコーチを占領するだけで砦から一握りの守備隊を追い出した。アメリカ独立戦争の時、イーサン・アレンとベネディクト・アーノルドが指揮する。 グリーンマウンテンボーイズなど民兵隊が九州でこの砦を奪取した。アメリカ大陸軍は1777年6月までこの砦を保持したが、ジョン・バーコイン将軍の指揮するイギリス軍がやはり砦を見下ろす高地を占領して大陸軍を脅かしたので大陸軍は砦と周辺の防御地から撤退した。 砦に対する唯一の直接攻撃は1777年9月のことで大陸軍の500名を率いたジョン・ブラウンが約100名のイギリス守備隊から砦を奪おうとしたが失敗した。サラトガ方面作戦が失敗した後イギリス軍はこの砦を放棄し1781年以降は軍事的価値がなくなった。19世紀には 地域観光ルートの一つの目的地になった。20世紀初期にはこれを所有していた民間人が鳥を回収した。現在は鳥を管理する基金が観光案内、博物館及び研究センターを運営している。タイコンデロが近くでのインディアンの戦闘を描いたサミュエル・ド・シャンプランによる1609年の絵をもとに、下半がニューヨーク州とバーモント州の宗教の一部である シャンプレーン湖及びハドソン川がヨーロッパ人植民者が到着する以前にインディアンが使った重要な移動ルートだった。このルートは船の航行に比較的障害が少なくわずかばかり陸路を進む必要があるだけだった。このルートの戦略的に重要な場所はシャンプレーン湖の南端近く細くなっているところであり植民地時代には ラシュート川と呼ばれたタイコンデロガクリークがジョージ湖の水をシャンプレーン湖に運んでいる。この場所はシャンプレーン湖の南部を見下ろすことができるが標高853フィートのデファイアンス山やその他2つの丘陵がこの地域を見下ろしている。フランス人探検家のサミュエル・ド・シャンプランが1609年にこの地に初めて到着する以前は長い間インディアンが 占有していた。シャンプランは共に旅をしていたアルゴン金属が近くのイロコイ族集団と戦ったことを報告した。1642年、フランスの宣教師イサック・ジョーグがイロコイ族とヒューロン族に属する者たちの間の戦闘から逃れる時にタイコンデロがの陸路を横切った最初の白人となった。北のセントローレンス川流域を植民地化したフランスと 南のオランダ外拓地を奪ってニューヨーク植民地としたイギリスが1691年にはすでにこの地域をめぐって争い始めた。この時ピーター・スカイラーが湖の西岸にあるタイコンデロガの地に小さな木造の砦を建設した。植民地間の紛争は1754年に始まったフレンチ・インディアン戦争でその高みに達した。デファイアンス山から眺めた。 タイコンデロガトリで再建されたタイコンデロガトリでの外観。現在はアメリカの戦争記念歴史博物館となっている。タイコンデロガトリでの建設200周年を記念して1955年に発行されたアメリカ合衆国の切手。イーサン・アレンと、タイコンデロガトリで1755年、ジョージコの戦いに続いて、フランス領カナダの総督。 ボードレール公爵が、ミシェル・シャルキエド・ロドロ・トビニエールをこの軍事的、重要地点に派遣して、砦を設計し構築させ、砦を、カリヨン・トリデと名付けた。カリヨンという名前は17世紀遅くにこの地位、交易基地を設立した、元フランス軍主官、フィリップ・ド・カリヨン・デュ・フレスノイの名前にちなむものとされる、説がある。またラシュート側の音が、 カリオンの鐘の音に似ていると言われたことから付けられたと、うの一般的な伝説である。ロトビニエールは、フランスの有名な軍事技師、ボーバンの設計に基づいた、星型両方の建設は1755年10月に、始まり、近くのサンフレデリックトリデに駐屯する兵士と、カナダから派遣した兵士を使って、1756年と1757年の、 暖かい月を利用してゆるりと進行した。1755年の工事は、主に主要壁とラシュート川を負荷的にカバーする場所の西の外類であるロトビニエール方形保の工事を始めたことだった。翌年は、主要両保のうちの4つとラシュート川沿いの製材所を建設した。1757年に、兵士の多くが、ウィリアム・ヘンリー・トリレに対する攻撃に備え、 参加したために工事はゆるりとなった。弊社と半月保ができたのは1758年春になってからだった。フランスはこの砦をシャンプレーン湖の南端を支配するためとイギリスが湖に軍隊を派遣するのを防ぐために建設した。その結果、その最も重要な防御物であるレインとジャーメインの両方は北東と北西の湖から離れた方向を向き、 二つの半月歩は工作物から伸びて陸地側になった。ジョーンズとランブドックの両歩は南の湖を見下ろし、鳥の外の陸地をカバーするようにされた。壁は高さ7フィート、厚さ14フィートあり、工作物全体が斜面と深さ5フィート、幅15フィートの水抜き彫りに囲まれていた。1756年に壁が初めて建てられた時、 木の角材で作られ、隙間に土が埋められた。フランスは、その後、1マイル離れた石切り場から運んだ石材で、壁を覆ったが、この工事が完成することはなかった。主防御物が使用に耐えるようになった時、モントリオールとサンフレデリックトリデから運んだ大砲で武装された。トリデには3棟の兵舎と4棟の倉庫があった。両方の一つには1日に60金を製造できる。 パン工場があった。弾薬庫は、ジョアンズ両方の下の岩盤から掘り抜かれた。鳥のうちの構造物はすべて石像だった。木製の柵が、南の壁と湖岸との間の鳥の外部を守っていた。この地域には、鳥のための主要船着き場があり、その他に貯蔵施設や鳥の保守に必要な工作物があった。鳥の位置が湖の西に離れすぎていたことが、 明らかになった時、フランスは湖の細い部分をカバーするための大砲を置けるよう東に追加砲警報を建設した。1758年までに砦は大部分が完成した。その後に残った工事は壁を石で覆うことだった。フランスのルイ・ジョセフ・ド・モンカルム将軍とその後兵技士のうちの二人が1758年に砦を視察して、 砦の建設のほとんどあらゆる面で批判すべきところを見出した。建物はあまりに高くて攻撃側の大砲の標的にされやすかった。火薬庫には漏れがあった。また石材工は質が悪かった。この評価では砦の戦略的に重要な弱さについて明らかに指摘できていなかった。すなわち、 砦を見下ろそうかが近くにいくつかあったことだった。ロトビニエールはボードレール総督との関係があっただけで砦建設の仕事を得ていた可能性があり、1756年には二人の測量技師の一人であるニコラス・サレボー・スド・ポントレロイのためにカナダの主任技師になる争いに敗れていた。これらすべては高度に否定的な報告書を説明することになる。 ロトビニエールの経歴はその後、長い間傷ついたままだった。歴史家のウィリアム・ネスターは、カリオン・トリデに関するその大変な解析の中で、トリデの構造に関する別の問題を指摘している。このトリデは、防板様式のトリデとしては幅500フィートと小さく、兵舎はわずか400名の兵士を収容できるだけだった。トリデ内の貯蔵スペースは、同様に限られており、 食料貯蔵のためには、取り出害の露出した場所を必要としていた。その貯水槽は小さく、水質は悪かったと考えられている。1759年5月29日に、イギリス軍が攻撃の作戦を立てた地図の、再生版フレンチ・インディアン戦争の1757年、フランス軍はほぼ完成したカリオン取り出から、ジョージ湖の南にあったイギリス軍の、 ウィリアム・ヘンリー・トリデに攻撃を仕掛け成功した。このことや1757年中の一連のフランス軍による勝利もあって、イギリスはフランス領カナダに対する多方面攻撃戦略の一部として、このトリデへの大規模攻撃をかけることを急いだ。1758年6月、ジェームズ・アバークロンビー将軍がシャンプレーン渓谷を登る軍事作戦の準備のために、 ウィリアム・ヘンリー・トリデに大部隊を集め始めた。7月6日、これらの部隊が、トリデからわずか4マイルのジョージ湖の北端に上陸した。6月下旬にトリデに到着したばかりだった、モンカルム将軍は、その兵士たちに慌ただしくトリデの外部防御物の改良に取り掛からせた。兵士たちは2日間でトリデと約4分の3マイル北西のホープ山との間の丘陵周りに残豪をこしらえた。 続いて、これら残号の下にカもぎを構築した。アバークロンビーが7月7日に取り出に、まっすぐ前進しなかったことで、これらの工作が可能になった。アバークロンビーの副指揮官であるジョージ・ハウ順将の部隊がフランス軍偵察隊に遭遇した時に、ハウ将軍が戦死した。アバークロンビーは、ハウの戦死を大変重く受け止め、 多くの者は即座に行動するのを躊躇した可能性がある。1758年7月8日、アバークロンビーは旧ゴシラへの砦に正面攻撃を命じた。アバークロンビーはフランス軍の防衛兵が少ないことに常時急速に攻め落とそうとした。このために野砲の力も借りず1万6000名という数的優位にある兵士の力に頼っていた。 このカリオンの戦いで、アバークロンビー軍は、わずか4000名のフランス守備隊に完璧に撃退された。戦闘は、砦からかなり離れたところで起こり、大砲がほとんど使われなかった。この戦闘で、砦は難攻不落の評価が当たった。このことは特に後のアメリカ独立戦争で、この地域の軍事作戦に影響を残した。フランス軍の勝利に続いてモンカルムは、 イギリス軍による再攻撃を予測し、さらに防御を固めることを命じた。これには、砦の北東にジャーメインとポントルロイの方形砲の建設も含まれた。しかし、1758年の間は、イギリスの再攻撃はなく、フランス軍は11月に冬に備えて、小部隊のみを守備に残して引き上げた。翌1859年、 イギリス軍のジェフリー・アマースト将軍が砦を占領した。この時1万千名のイギリス軍は大砲を据えてわずか400名のフランス守備隊を追い出した。フランス兵は撤退するときに爆薬を使ってできる限り砦を破壊し運んでいけない大砲に釘を打ち込んだり下に落としたりした。イギリス軍は1759年と1760年に 砦を修復し改良しようとしたが、この戦争中にそれ以上砦が使われることはなかった。戦後、イギリス軍は、少数の守備隊を砦に置き、荒廃するに任せた。1773年の砦の指揮官、フレデリック・ハモンド大佐は、砦が壊滅的な状態だと記していた。タイコンデロが砦のダッシュ1775年、荒廃していた。 タイコンデロンガドリデにはまだ一握りの部隊が中屯していた。5月10日、歴史にトンコンコードの戦いで、アメリカ独立戦争が始まってから1ヶ月も経っていない時に、48名のイギリス守備隊は、イーサン・アレンとベネディクト・アーノルドが指揮を取る、グリーン・マウンテン・ボーイズの小さな部隊とマサチューセッツ湾植民地とコネチカット、植民地の志願民兵隊に吸収された。アレンは、 イギリス守備隊指揮官、ウィリアム・デラ・プレイスに、出てこい、フルネズミ。と言ったとされている。その後、偉大なるエホバと、大陸会議の名において、取り出の降伏を指揮官に要求したとも言われているが、その降伏要求は、実際には、副官のジョスリン・フェルサムに対してであって、指揮官にではなかった。指揮官は、後ろから現れて、降伏の印の剣を差し出した。 この砦を捕獲したことで大陸軍は大砲やその他の武器を大量に獲得しその大半を1775年から1776年の冬にかけてヘンリー・ノックスがボストンまで運んだその大砲がボストンを見下ろすドーチェスターコーチに運び上げられた時にボストン包囲戦が終わったアーノルドは砦の支配のために止まっていたが6月に ベンジャミン・ヒンマンが1000名のコネチカット兵を率いてきた。アーノルドは一連の政治的捜査と誤解のためにヒンマンが指揮を取ることを知らされていなかった。アーノルドを指揮官に任官していたマサチューセッツの大議員団が事態を明確にするために砦に到着した後にアーノルドは辞任して砦を離れ、あとはヒンマンが継いだ。 トリデの降伏を要求するイーサン・アレン戦7 7 5年7月からは、タイコンデロガトリデは9月に開始されたカナダ、進行作戦の出発点として使われた。フィリップ・スカイラーとリチャード・モントゴメリー各将軍の指導で、7月から8月にかけて、侵略のための兵士と物資が集められた。8月28日、 ニューヨーク植民地とケベック植民地の境界からさほど遠くない場所にあるサンジャントリデのイギリス軍がシャンプレーン湖に浮かべる船を完成しつつあるという情報が入り、モントゴメリー将軍は1200名の部隊を率いて湖を下った。ケベックでの戦闘と包囲戦でモントゴメリーが戦死するまでタイコンデロガトリデはケベックに対する作戦の準備基地としての機能を続けた。 1776年5月にイギリスの援軍がケベック市に到着し始め大陸軍の包囲を破った。イギリス軍はガイカアルトン将軍の指揮でカナダから反抗し、6月には大陸軍を大根デロガトリでまで追い込み、数ヶ月間軍船を建造した後の10月にシャンプレーン港を登ってきた。10月半ばにはバルカー島の戦いで大陸軍の包括の 小さな船体を破壊したが、雪がすでに降り始めていたので、イギリス軍は、陶器宿へのためにケベックまで交代した。アンソニー・ウェイン大佐の指揮する、大陸軍約1700名が、タイコンデロガで冬を過ごした。翌1777年、ジョン・マーゴイン将軍指揮下のイギリス軍が、サラトガ方面作戦で進攻を再開した。 サラトガ方面作戦でのタイコンデロガトリで1776年夏、スカイラー将軍、後には、ホレイ・ショゲ芸ツ将軍の指導で、トリデのある地域には少なからぬ防御工作が施された。ほとんど完全に湖に囲まれているインデペンデンス山は、湖水近くに残豪が掘られ、側面の上の方に、馬蹄型砲台を置き、頂上にはシタデルが作られ、 頂上を囲む大砲で武装された砲警砲が作られた。これらの防御工作物はタイコンデロガと船橋で接続され、これを両岸の砲台で守るようにした。モンカルムが勝利した場所よりも高い位置にあるホープさんの防御工作は星型要塞を中に含むように改善された。ディファイアンスさんそのものは防御がないままだった。シャンプレーン湖から見た。 タイコンデロガトリ七1777年3月、大陸軍の将軍たちは、イギリス軍の作戦について、戦略を練り、ハドソン川回廊に来る可能性が強いと考えていた。タイコンデロガトリに駐屯する部隊の長である、スカイラー将軍は、北からのイギリス軍の侵略に備えて、タイコンデロガを守るために1万名、モホーク川を守るために2千名を要求した。 タイコンデロガに行ったことがなかったジョージ・ワシントン将軍はタイコンデロガトリが難攻不落と言われていたために北からの陸路攻撃はありそうにないと考えた。このこととニューヨーク市を占領しているイギリス軍によるハドソン川上流への襲撃が続いていたこともあってワシントンはオールバニーへの攻撃があるとすれば南からでありオールバニーが タイコンデロガトリデへの補給線上にあったために、トリデからの撤退が必要になると考えた。その結果、タイコンデロガトリデをそれ以上防御を固めさせる、行動や守備隊を増やすという決断は行われなかった。アーサー・セントクレア将軍が指揮する、トリデの守備隊、約2000名はあまりに少なくて、すべてを守るというわけにはいかなかった。北部の防衛を担当していた、ゲイッチ将軍は、 デファイアンス山が鳥出の脅威になることに気づいていた。ジョン・トランブルは鳥出から発射された砲弾がデファイアンス山頂上に達するのを見た1776年にはこのことをすでに指摘しており、この丘を視察した幾人かの士官たちは砲がをその側面に引っ張り上げられる道があることを指摘した。守備隊は少なすぎて、 地域のあらゆる工作物を適切に守ることができなかったので、デファイアンスさんは防御のないままにして置かれた。アンソニー・ウェインは1777年4月にワシントン軍に加わるために砦を離れた。ウェインはワシントンにすべてはうまくいっており、砦はさしたる流血もなしに占領されることはないと報告したヤギがいけるところなら人間もいける。人間がいけるなら 大砲も持っていける。イギリス軍がデファイアンスさんの頂上に大砲を運び上げた時のウィリアム・フィリップ少将の言葉バーゴイン将軍は7800名のイギリス兵とドイツ人傭兵を率いて1777年6月にケベックから南に向かった。6月30日にタイコンデロがトリデに近いクラウンポイントトリデを抵抗もなく占領した後、 タイコンデロガの包囲戦の準備を始めた。バーゴインは、高チの戦術的有利さを理解しており、兵士たちに大砲を、デファイアンス山頂上に上げさせた。セントクレアは高台からの砲撃に直面し、7月5日に、取り出の放棄を命令した。翌日バーゴイン軍が取り出に入った。その前衛隊は退却する、大陸軍の追撃に当たった。ワシントンは、バーゴインの前進と、 大陸軍の大根デロガトリでからの撤退の知らせを聞くと、この出来事は理解できない。私の推論の範囲にはない。といった、南高不落の要塞が戦わずして放棄されたという知らせは植民地中に最大の驚きと継承を送った。セントクレアは、その行動について大衆の非難を浴び、1778年には軍法会議にかけられたが、 全ての告発に対し無罪となった。最後の攻撃イギリス軍はタイコンデロガを占領したことに続いて、トリデとその周辺をヘンリー・ワトソン・パウエル准将の指揮で700名のイギリス兵とドイツ人傭兵に守らせた。この部隊の大半はインデペンデンス山に置き、タイコンデロガトリデとデファイアンス山頂上に建設中の商用塞にはそれぞれ100名のみを配置した。 ワシントンは敵を分割式を散らすためにベンジャミン・リンカーン将軍をニューハンプシャー特許地に派遣した。リンカーンはイギリス軍がその地域にアメリカ兵捕虜を置いていることを知り、イギリス軍の防御度を試すことにした。9月13日、リンカーンは500名をイギリス軍が放棄したことが分かったスケンスボロに派遣し、タイコンデロガで湖の両岸にいる守備隊に対して、 それぞれ500名を送った。ジョン・ブラウン大佐が西側の部隊を指揮し、可能ならば捕虜を解放せよという指示のもとに、鳥の防御が弱いと見るならば攻撃せよと命令されていた。ジョン・トランブル描くサラトガでのバーゴイン将軍の降伏9月18日早朝、ブラウン隊はジョージ湖の上陸点近くで捕虜を拘束していたイギリス文献隊を吸収し、一方、 ブラウンの文献隊はデファイアンス山にこっそり登って眠っていた建設部隊の大半を捕獲した。ブラウンとその部隊は続いて、抹射道を砦の方向に下り、途中で多くの部隊を吸収し、捕虜を解放した。ブラウン隊と昔のフランス軍前線に陣取っていたイギリス隊が小競り合いを始めるまで砦の部隊はこの行動に気づかなかった。この時点で、 ブラウン隊は捕獲した6ポンド砲を前線まで引っ張ってきており、砦への砲撃を開始した。デファイアンスさんを占領した部隊はそこから12ポンド砲で砲撃を開始した。インデペンデンスさん攻撃に向かった部隊は遅れており、そこへの攻撃が始まる前に多くの守備兵が下の砦での戦闘に気づいていた。彼らのマスケット銃が発砲され、 さらに近くに停泊していた軍船から武道弾が発砲されたことで大陸軍をかなり怯えさせたので大陸軍がインデペンデンス山の防御陣地に襲撃をかけることはなかった。手詰まり状態が続き砲撃戦が9月21日まで続いた。この日にバーゴイン軍を支援するためにもホーク渓谷に行っていたドイツ人傭兵100名が戻り包囲されていた取り出の援軍に なった。最終的にブラウンは交渉を開始するために砦に停戦交渉団を送った。この交渉団は銃撃され、5人のうち3人が戦死した。ブラウンは持っていた武器では砦を落とせないと悟り、撤退を決断した。ブラウンはジョージ湖に浮かぶ平底船の多くを破壊し、船を捕獲し、湖のイギリス軍人地を悩ませることを始めた。 この行動で118名のアメリカ人捕虜を釈放し、イギリス兵238名を捕獲し、事態の損失は10名に満たなかった。トリデの放棄サラトガでのバーゴインの敗北後、タイコンデロガトリデは、その存在価値がなくなっていった。イギリス軍は177 17年11月に、タイコンデロガトリデとクラウンポイントトリデを放棄し、撤退前にできる限りの破壊を行った。 翌年この鳥では一時的にイギリス軍襲撃隊に再占領されたが独立戦争中に戦略的に大きな意義を持つことはもはやなかった。1781年にヨークタウンでイギリス軍が降伏した後はイギリス軍がこの鳥でも放棄した。地域の住民は鳥でから使える物資を剥ぎ取り始め戦後は 大砲のいくつかを溶かして金属製品に変えることまでやった。トマス・コール、ジェリナから見たタイコンデロガトリデの風景1785年、トリデの土地はニューヨーク州の資産になった。ニューヨーク州は1803年にこの土地をコロンビア大学とユニオンカレッジに寄付した。さらにこれら大学は1820年にウィリアム・フェリス・ペルに売却した。 ペルは最初そこを夏の避暑地として使ったが、ニューヨーク市とこの地域をつなぐ鉄道や運河が完成するとこの地域に観光客が訪れるようになり、ペルはザ・パビリオンと呼んでいたその夏の家を観光客向けのホテルに転換した。1848年、ハドソン・リバー派のアーティスト、ラッセル・スミスがタイコン・デロガトリデの廃墟という絵を描き、トリデの状態を描写した。ペル家は、 アメリカ史を通じて影響力ある政治的に重要な一族であり、1909年に砦を回収して一般に公開した。その儀式はヨーロッパ人探検家によるシャンプレーンコ発見から300年を記念するものであり、ウィリアム・タフト大統領も出席した。砦の回収を推進したスティーブン・ハイアット・ペルは1931年にタイコン・デロンが砦協会を設立し、 この教会が現在も砦を管理している。1900年から1950年、デファイアンスさんインデペンデンスお及びホープさんの大半を含み、砦周辺の歴史的に重要な土地がこの教会に購入された。砦はイギリス政府から寄贈された24ポンド法20文で再武装された。これらの大砲はアメリカ独立戦争の間に使われるよう、 イングランドで鋳造されたものだったが、船積みされる前に戦争が終わった。砦は現在観光地、初期アメリカの軍事博物館及び研究センターになっている。1775年に砦のダッシュが行われた記念日である5月10日頃に、毎年開館し、10月下旬に閉館する。壁のいくらかや19世紀に、ウィリアム・フェリス・ペルが建てたパビリオンの状態が悪いので、 1998年以降、国定歴史建造物のウォッチリストに入っている。2009年時点でパビリオンは改修中である。2008年、1759年にフランス軍が破壊した火薬庫が1755年当初の設計図に一部、基づいて再現された。この年には、また主要な財政的後ろ盾の支援がなくなり、 博物館は重大な財政赤字に陥って、その主要な美術品であるトマスコールのジェリナ、タイコンデロが近くの光景を売りに出すことも検討した。しかし、寄付金募集が成功して、これを不要にした。タイコンデロガがという名前は、アメリカ海軍の巡洋艦から航空母艦まで歴代五隻の艦船に与えられてきた。1960年には、 アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。指定されたのは鳥出そのものとデファイアンスさんおよびインデペンデンスさんだった。1966年にはアメリカ合衆国国家歴史登録材にも加えられた。リクソンタイコンデロガ会社が製造するタイコンデロガ鉛筆はこの鳥出にちなむものである。ありがとうございます。